第2代ノーティントン伯爵ロバート・ヘンリーは、グレート・ブリテン王国の政治家。初代ノーティントン伯爵ロバート・ヘンリーの息子として、生まれ、ウェストミンスター・スクールとオックスフォード大学、クライスト・チャーチで教育を受けた。1763年4月に、財務省水道官に任命され、1768年、イギリス総選挙で、ハンプシャー選挙区から出馬して当選した。 1771年11月28日にクラーク・オブ・ザ・ハヌッパーに任命され、1772年1月14日にケンブリッジ大学から法学博士の学位を得た後、2月17日に貴族院議員に就任、1773年8月18日には死する勲章を授与された。1777年3月6日、 ロンドン高校教会フェローに選出されたザグランジノーティントン伯爵が父から継承した財産の一つ1783年にフォックスロース連立内閣が成立した時4月30日にアイルランド総督として入閣同日にアイルランドの数密顧問官に任命された彼は在任中にアーマトタバコ産業の発展に貢献したほか アイルランド財務大臣に、アイルランド不在の政治家ではなく、アイルランドに住む政治家を任命すべきと進言。総督の報給が1万6千ポンドから2万ポンドに増額された時には、完全に満足したと発言した。連立内閣が崩壊すると、ノーティントン伯爵も、辞任、公認が到着した後の1784年2月26日に、ダブリンを離れた。 1786年7月5日、イタリアから戻る道中に、パリで死去、ハンプシャーのノーティントン教会で埋葬された。ノーティントン伯爵が生涯未婚だったため、爵位は断絶、邸宅のザグランジは売却された。ジョシュアレノルズによる1787年の肖像画は現在では、南オーストラリア美術館所蔵である。ナサゲル・ラクソールは、 ノーティントン伯爵が素晴らしい人物ではなかったが、アイルランド人に愛される努力をしたと評した。ありがとうございます。